ウラジーミル・アレクサンドロビチ・グシンスキーは、ロシアの起業家。新興財閥である、モストグループの総帥。イスラエルとスペインの国籍を持つ。1952年10月6日モスクワに、ユダヤ系ロシア人として生まれる。青年時代に演劇を志し、演劇専門学校で演出を学ぶ。1988年西側企業のソ連進出を、 支援するための共同組合、インフェクスを設立する。1989年、インフェクスとアメリカのアーノルド・ポーター社が合弁会社、モストを設立する。グシンスキーは、モストの社長に就任する。同年、モスト銀行を設立し、頭取りとなる。モスト銀行は、モスクワ市の公金取扱いを通じて、ロシア有数の大手銀行に急成長する。 1990年、アーノルド・ポーター社から、モスト株を買収する。1990年代、モストは金融業で、獲得した巨額の資金を元手に、モスクワ市長のユーリルシコフの保護も得て、建設、不動産、金融などに進出を果たす。さらに1993年2月新聞、セボードニアを発行し、全国ネットの民間テレビ局、独立テレビを開局し、 1993年10月から放送を開始する。モストグループはメディアに進出し、持ち株会社、メディアモスト参加に独立テレビ、セボードニアのほかラジオ局、モスクワの小玉アメリカ、ニュースウィーク氏と提携した、週刊誌、伊藤木や衛星放送、n, n t v プリュースなどを収めた。特に独立テレビは、 欧米風の斬新な番組構成と政権批判も辞さない報道でロシアの民放作用手に成長する。欧米からはロシアの言論の自由の象徴と称賛され、そのトップに君臨するグシンスキーは一時ロシアのメディア王と称せられるに至った。1996年の大統領選挙でグシンスキーとメディアモストはボリス・エリチンの再選に重要な役割を担った。 1997年1月ルシコフと関係悪化を機会にモスト銀行頭取を辞任。メディアモストの経営に専念する。1998年のロシア金融危機の影響を受け、モストは次第に経営不振に陥る。グシンスキーはエリツィに次第に批判的立場を取るようになり、1999年12月の会員国家会議選挙では、 エフゲニー・プリマコフ、ルシコフが代表を務める政治ブロック、祖国、全ロシアを支持した。2000年1月全世界ユダヤ人議会副議長に選出される。しかし、同年3月、ウラジーミル・プーチンが大統領に就任すると、状況は、グシンスキーにとって不利なものに展開していく。新政権は、 新興財閥の影響力を除去することに努めるが、グシンスキーはプーチンに批判的だったこともあり、最初の標的になった。2000年6月13日ロシア最高検察庁は、グシンスキーを過去の民営化をめぐる横領、詐欺容疑で逮捕する。グシンスキーは3日で釈放された後、スペインに脱出した。しかし、スペインでも逮捕され、その後、釈放された。 独立テレビに残った経営人と記者は自由な報道を維持するためにプーチン政権に抵抗。ガスプロムは独立テレビの経営人を刷新し、抵抗していた勢力を完全に追放した。以後、メディアモスと傘下のグループ企業も次々に買収され、グシンスキーはロシアにおける基盤を完全に失った。同時にプーチン政権は独立テレビ、ロシア公共テレビ、 ロシアテレビの全国三大ネットを完全に掌握し、メディア支配を確固たるものにした。ありがとうございます。